えてんだわからない、探す以外もう道はない、どうせまた奇跡を起こすしかない、何が何でも見つけ出す、探す場所候補を選定、待ち合わせ場所にない駅の前、どこにいんだよ、例えばいつもの店、焦りと寒さに体震えそう、焦らせんなよ調子狂いそう、神様なんかくれよヒント、わかんだろ、3人いなければ威嚇じゃない、3人いなければ楽しくない、3人いなければ物足りない、3人いなければ曲できない、てか3人いなければ威嚇じゃない、お前を見つける、俺らが見つける、お前が見据えるゴールのまだ道の途中、佐野くんも言ってる、3人なきゃって話の、3人なきゃ曲できないって話だけども、実際2人で曲できたし歌ってるけども、ハイロンパ早かましいわ、そんな冗談は置いといて探しましょうか、こんなジョークも必要だろう、こんな時にはそういうの担当のハチくんですから、ってことで最高か。